Peggy 18. はい、こんにちは。ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォー Z の攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドウォー Z 新型クラシックバトルライフルを本当に最強兵器化してみたということでね、今度こそ、今回は本当に最強になったから、本当にすごいから、今回はちゃんとね、最強になったから、ゲーム中で最大になったから大丈夫っていうことでね、やっていきましょう。で、クラシックバトルライフルね、今回のアップデートで追加されたんですけれども、青コイン1000個で購入できるやつなんですね。で、どんな武器かって言いますと、まあ、一言で言うとロマン兵器です。ロマン兵器なんですね。で、セミオートになってます。フルオートじゃないで、トラズメ持ってる人はね、なんでセミオートになっちゃったんだろうって思うと思うんだけど、で、連打がね、得意な人向けですね。で、攻撃力が最大です。最大とか最大以上、もう13までね、もうメーター振り切ってさらに13まで伸びちゃったみたいな感じなんですね。で、もう一つがサイトが小さくて射程距離が長いです。最強スナイパーライフルの構えてる時と同じぐらい射程距離長いですね。正確に狙い撃てる感じですね。で、貫通力がゼロです。だから、なんだろう、昔の火縄銃じゃないけど、バーン撃って、でっかい弾を撃ってんだろうね。なんか巨大な弾。で、バーン当たるけど、貫通はしないみたいな。でも、その攻撃力がすごいみたいな感じ。石火矢的な何かみたいな感じなんだけど。で、マガジンサイズが30から20に低下してます。これね。トラズメと比べてね。で、リロードが結構遅い。リロードが遅いというあれがある。まあ、石火矢的ななんかだからね、しょうがないよね。で、この武器を最強兵器化するには、多分ね、もう短所を埋め合わせようなんて考えない方がいい。長所をさらに伸ばすみたいな、そういう使い方となると、箱フィキサーなんですよね。やっぱりもうみんなもね、貫通力を伸ばそうと思ってそう思うよね。ただフィキサーならいいかなと思うと思うんですよ。私はそこでさらに攻撃力を上乗せすると、この武器の最大の長所である攻撃力をさらに箱で上乗せするということなんですね。これがね、ハマりましたね。凄まじい攻撃力を発揮するようになったこのね、箱フィキサーでこの種子島持ってくっていうのはね、ありだと思うね。トラズメがあればトラズメにしたらいいんじゃないと思うんだけど、フルオートのやつは貫通力上がんないんですね、このフィキサーのスキルね。セミオートのやつの貫通力を上げるっていうやつなんですよ。だからあれだよね、ウルフパックとウルフパックの上位互換みたいな感じで使えるんですね。そうするとだから、ウルフパック得意で好きで使ってたって人は、このね、トラズメじゃなくてこっちの、なんだろう、種子島にするっていう手がありますね。これは使いやすいと思う。で、スキル構成はね、よかったら形をこう参考にしていただければね、日本語版の人も全く一緒にできますんで。最後がね、ソロだから、一番上にするとパーティーの時はいいんだけど、ソロの場合はね、ペイロードを、強化ペイロードを持ってくってやつにしちゃってもいいかなと思って、強化ペイロードにしてますね。まあね、箱フィキサー使いだったらこの種子島クラシックバトルライフルありかなってちょっと思いますね。攻撃力が高いから、ウォルフパックより最強スナイパーライフルにちょっと近いんですよ。最強スナイパーライフルの方がありとあらゆる局面で強いんだけれども、ただ攻撃力がダントツに高いから、もうね、撃って倒せない敵はいないみたいになるエクストリームでもね、かなり通用しますね。これかなり強い攻撃力を発揮するから、ちょっとね、選択肢の一つとしてありかなと思う。箱フィキサーじゃないとね、ちょっとあれかな、特にエクストリームとかだとね、ゾンビ一発じゃなくなっちゃうから結構厳しいかなと思うんですけれども、まあよかったらね、なんかの参考にしてみてください。まあロマンですね、ロマン度は確実に最強です本当にもう攻撃力も本当に最強なんだけれども、ロマン度最強みたいな感じですね。うん、私はね、結構好きこれ結構好き。そこまで足手まといにならないと思いますね。うん、面白いと思う。じゃあね、早速やっていきましょう。モスクワ3面がいいかな。オクサナ使いたかったからオクサナで出てきました。いやー、いいですわ、このね、ブルーのね、メディキット、でっかいメディキット抱えたフィキサーだけど箱がいっぱい入ってね、きっとじゃあ早速ね、箱出してやってこうね。ウォルフパックもね、結構強いから、実はセミオートライフルだったらね、ウォルフパックの上位互換みたいな感じです。非常にね、攻撃ロマンな感じですね。ウイルスサンプルどこに中までね、入ってきて、今、ブリーチングで開けたとこなんですけれども、ここに、あー、あったあった、よかった。やっぱりね、ここにあると思ったんだ。ロマンフィキサー、箱サナ誕生ですよ。箱サナ。いや、かっこいいな、箱サナ。うん、奥サナもいいね。あ、ウイルスサンプルもね、見つけた。フォードのところにね、ありましたね、コツンって。来た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 、おー、強い。いい感じですよ。まあ、早速ね、箱で強化。さらにロマン度強化みたいな感じでね、この光るウイルスサンプル楽しいよね、なんか面白い。
あ、ちなみにね、ロマンなんで箱は自分専用ですね。この場合箱フィクサーなんだけど、箱はみんなにはあげないで、まあ、増えた場合にね、カスみたいに1個残ってる、1回分残ってるとか2回分残ってるみたいな箱はみんなにあげてみてる。基本自分がね全部使うからみたいなでも箱置いた時点で結局自分もらえるからね、これは使えるんじゃないかなと思う。あ、ブリーチングあったね、いいね。これで最後のちょっと手前でブリーチング負けて、エレベーターが来るまではパカパカ打っていけばいいな。おー、いい感じだ。まあボディハードだからね、もうボディ打ち一発ですよ、もう余裕で。あれエクストリームだとちょっとね、ボディ打ち一発、炸裂がついてればボディ打ちでも何でも一発になるんだけど、あれですね、普通の状態ではハードでもこれ一発で倒せるんだけど、エクストリームとかになるとね、一発じゃ倒せなくなっちゃうからね、結構きつくなっちゃいますね、この武器だと。でもそれは他の武器でも一緒だから、やっぱり貫通力あろうがなかろうがね、エクストリームだと倒せなくなっちゃうからね、難しくなってきますよね。まあ、その点ね、攻撃力最大マックス、タレットガン、アウト、スクリーマーやった、オッケー。タレットガンとも勝負してみよう。オーシャとも勝負してみよう。おっしゃ、おー、3発ぐらいだったね。3発かな、3発ですね、多分。まあ、これ以上高い攻撃力ないからこれで3発ってことは、これより早く倒せる武器はないってことだからね、いいんじゃないかな。3発が最大なんでね、タレットがいやー、いい感じですよこれ。ブルも正面で3発ぐらいじゃないかなと予想してる。2発は無理だな、ボディ打ちだったら。ヘッドだったら2発でいけるかもね、この武器でも。タレットがパン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 、いいね。4発3発だってね今。まあいいでしょう、とにかくね楽勝ですよ撃たれる前に破壊できるというのはかなり強力だねこれ。よし行こう、ここブリーチング開けてこうね。メディキットとかでみんなを回復して、まあ、あとはね、ホードがパラパラ来てもどれくらい強いか試しながらやっていきたいと思うから。来たかな、こっちか。あた、あー、一発か貫通したいいね、2匹組だったら一発でやっつけられるねこれ。強い、いいよ。おー、来たブル、来たブル、やっつける。おー、しまった。でリロード中、リロードがね遅いっていう弱点があるんだよねこれいなくなる。この武器で押し負けるということはまずないね。炸裂弾付きだからね、まあ、炸裂弾付けた SMG でも同じことができると思うけれども、連射がね激しくなるから。ただ弾がねすぐなくなっちゃうからね、無駄弾打てないというのと、やっぱ射程距離が長いっていうのはこの武器のメリットかな。結構遠くまでねこの威力を維持できる、最強スナイパーライフルにちょっと感覚は近いかなって思いますね。もしくはウォルフ、強化したウォルフ、みんなで持ってきたね感じのウォルフでもいいし、まあ、とりあえずね群れに対してもすごいねこれ、ひどいオーバーキルだねとにかくオーバーキルな武器と思うわ撃ったら絶対いなくなるからね、凄まじいですよ。ほら、あ、いい感じほらって感じだよね。よし行きましょうテストは有効ですよ、テストの結果は良好。山に対してどうかな、ちょっと山に対して炸裂弾つけたからってあんま強くならない印象があるんだけど ね強いけどあんまり、ね、山に対しては凄まじい破壊力を発揮しないから。あ、ブルだ、どんどん、あ、弱点だったらもう一発だね。じゃあ背中打ったら一発だすごいわこれ。ああやばあ、マシンピストル持ってた、行って行って、ウイルスが漏れた完成した、いかんいかん、あ、また来たおりゃマシンピストルもいい感じですよ、私持ってるからね。これでフレアガンとか持ってたらいいかもね、さらに、うん、まあ、もちろんサンパー、あの新しいフレームサンパーでもいいけどねやばいだろこれ、ちょっと楽しいね、ほんと今回のアップデートの武器楽しいですわ。今ね無料であれですね、エピックゲームズで今週中セールだから、4月の2日ぐらいまでかな。だからもし PC 持ってる人はね、あの今のうちに無料ダウンロードした方がいいと思うんだけど、これは絶対買っといた方がいいと思うね、これからアップデートで新マップとかも入ってくるしね、新キャラクターとか。いやーもうね、ワールドボーゼットまだまだ今年盛り上がるかなPS5 でねワールドボーゼットやるの私実は結構楽しみにしてるんですよね。フレームレートとか結構上がるからやばいね、あのコントローラーでどれくらいね使いやすくなるかみたいな。いよいよあれですよ、 PC 版のマウサーとの差がなくなってくるのかみたいなね、ちょっと期待してるんだけど。そういえばマウスコントローラー PS4 で使ってるオフィシャルのやつ、 PS5 でもあれ互換性あんのかな、なさそうだよねPS5 用にまた買わなきゃいけないのが高いんだよねマウスコントローラー、まあ、コンバーターって言ってもあるけど、コンバーターも PS5 と対応してなければ使えなくなっちゃうよね下手したら。私コンバーターとかね全然知らなくて、 PS コントローラーが壊れてバッテリーがダメになっちゃった時にもうバッテリー買えるの嫌だなと思って、あのホリのね公認のやつを買ったんだけど、2万円ぐらいだったかなこの時、うん、今またさらに高くなってるね、いいやつ、うん、だから一つ前のモデルとかね買ったらいいかなとは思うんだけど、まあ、もしね興味があったら参考にしてみてください。さあそれでは検証やっていきましょう。ここのために来たようなもんだからね、まあ、装備は全部揃ってるからいいでしょう。パンパンパン箱だね、箱をまずセットしないと。ほら山に対してねどんくらい効果的かよく貯めてるね。ここででもパラパラ来るね、平行あの横の群れに対してめっぽう強いですねこれ半端じゃなく強い、いなくなる、本当にいなくなるという表現が正しい撃てばいなくなるみたいな、前に敵がいたって関係ない、本当に撃っていけばいいんだもん、腰打ちでバンバンそれ撃っていく先に敵はいなくなっていくみたいな。どこだ、ああ痛いもうね倒せない敵とかね考えなくていい、もうとにかく敵は絶対倒せるからみたいな感じだよね。ブルああいい感じだね、感じだよね、ブルああいい感じだ3発だね、ボディとか横から腕打ちとかで3発で倒せるからみたいなタレットガンと一緒だよね、もう大丈夫、ブル3発だったらもう
余裕ですよ。何にも心配いらない攻撃力に関して。タコサナの進む先はね、もう何もいないと いないに等しい。この武器構えてたら腰打ちで止まる必要がないみたいな感じでね、バン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 って打っていけばすごいわ。もうそのつもりでやっていこうか。ちょっとそれがどこまで通用するかみたいな。タレットガンは引いていいよね。いなくなっちゃうもんね。敵がいなくなるもんね。オーバーキルだよねこれ確実に。エクストリームではさすがにこうはいかないと思うんだけど、まあまあいい線いくだろうね。パーティーとかでやったら足手まといって感じじゃないね。足手まといになっちゃう、こいつこの武器持ってるぞとか、なんか嫌われる感じではないと思う、うん、ただ貫通力ねあるから、実はねフレンドリーファイア怖いんだよね。貫通力ないと追っかけてるねゾンビとかも簡単に撃つ気になるんだけどね、そいつにしか絶対当たんないから。でも貫通力があると、生地貫通力あるとね、その気をつけないとね、味方にまで貫通していっちゃうんだね、ゾンビ一体ぐらい。ああ、いかいかいか、囲まれてる、やばい。ちょ、待って、マシンピストル。ああ、撃ってる暇がない。オッケーオッケー。大丈夫だ、全然問題ない。あ、いた、スクリーバー。ああ、遠くも狙えるね、正確に。いいよ、これ。サイトがね、広がらないのいいですね。プラズメは広がっちゃうっていう弱点は確かにあるね。遠くの敵狙うのにちょっとね、コツがいるというか、まあ、サイトの真ん中に収めれば大体当たるんだけどね。ブル横にブレちゃうってことは確かにあるかな。これはブレないですね、かなり遠くまで絞られたまま、うん、すごいタイプが変わる武器って面白いね。どトラズメにするかこっちにするかみたいな迷っちゃうよね、うん、どうせならですね、迷わなくて済むスポーティングカービンとかに何か入れてくれればいいのに、強化版とかね、 バトルライフルとかそうだったよね。クラシックバトルライフル、トラズメにするかこっちにするか迷っちゃうね。種子島にするか、どうしたもんかな。名前もさ、なんて呼んでいいか分かんないよね、みんなと話すときにさ。いや、あの木の方みたいなさ。私勝手に種子島って呼んでるけどね、なんてみんな呼ぶのか分かんない。ててやばい、完成した。あー、ウイルスが漏れた。もう漏れてんだけど、漏れまくってんだけどさ。次どこ、次真ん中、甘中ね。あ、山どんぐらい崩せるかだけど、まあ大、まあ、まあ普通だね。普通の攻撃力が高いセミオートライフル的な感じだね。山も十分崩せるみたいな。いや、種子島いいですよ、うん、ただ見た目がね、あれだね、好みが分かれるよ。トラズメの方がかっこいいかな。だからトラズメをアンロックできてない人で箱フィキサーなら、この種子島クラシックバトルライフル全然ありですね。強いと思う、うん、で箱も持ってるから炸裂弾付き、エクストリームでも十分通用するかな。で箱フィキサーだから増やしていけばみんなにもね箱配れるし、まあそんな感じですね、うん。まあよかったらね、なんかの参考にしてみてください。十分ね使える武器かなっていう印象ですね。いや、新武器たち楽しいですね。これからもアップデート入ってくるしね、今期間限定でさっきも言ったけど無料でね配信してるから素晴らしいですね。1年記念みたいな感じなのかな、よくわかんないけど、ちょうど1年ですよね、4月6日ぐらいで確か。まあね、これから新しい人また増えてくると思うんでね、野良のパーティーとか盛り上がってくると思うんですけどもね、みんなで楽しく遊んでいけたらななんて思います。まあしばらくね、あの新しいゲームレジスタンスとかバイオ RE3 とかね、プレデターのハンティンググラウンズとかの体験版とかあるんで、ライブ配信とか月木土の夜9時からやってるんですけれども、ワールドウォーゼットの頻度は少し下がるかなって感じなんですけどね。まあでもね、私たち1年前の発売日からやってるんでこのゲームずっとやってるから、あのブームの時ゲームが来たらブームのやつやって、それが終わったら、あ、ワールドウォーゼット戻ってきて、あ、面白いねみたいなことでやってるんでね、アップデートも定期的に入ってるんでこのゲームはね。よかったらチャンネル登録とかしてね、その期間が来たら、ワールドウォーゼットの期間が来たら一緒にね参加型とかに参加してみてください。それではラビットでした。皆様の良きワールドウォーズイライフをお祈りしております。おいじゃ、またね。